こんばんは。めっちゃ前髪気にしてる。あ、まあまあ、ちょっと久しぶりですね。なんかちょっと風邪気味っていうか、なんか体がねもうなんかいろんなところが体調不良すぎて、ちょっとテロップかけます。大丈夫、大丈夫なのは大丈夫なんですよ。あの病院行ってきて、そのコロナじゃなかったんですけど、普通に風邪というか喉なんですけど、喉とあとなんか肩が重いという腹痛は、メールでね、私がもう毎日ここがしんどいって言ってたんですけど、腹痛はただのあの鶏肉のそうなんか焼き加減っていうね、まあそれだけなんですけどね。え、今日はちょっと私本当に喉が痛くて、あんまりね、あの声がそんな出せないんですけど、今日はなんとですね、ショールームイベントでもらったお肉を食べようってずっと前から言ってた日だったんですよ。でももう私本当にね、あの、まあ、ご飯は食べれるんですけど、ちょっとね、そんな全部を食べれるわけじゃなかったので、ちょっともう焼いてきました。5枚だけにしました。あのね、本当は多分10枚ぐらいあるんですけど、ちょっとね、なんか体が油も受け付け、なんかすごい焼いた状態で申し訳ない。こちらがちょっと盛り付けが雑なんですけど、松阪牛さんになります。ご飯をね、お肉はまだいけるんですよ、多分油もんだから。ご飯という固形物をね飲み込めないの、今痛くて。クマありがとうございます。で、ちょっと飲み物はなぜか矢野ほのかさんからもらったカゴメの野菜ジュース、なんでかくれた。私あんま野菜ジュース好きじゃないんですよね。でもちょっと確かに野菜不足な気がするから飲もうかな。怖いんだよね、飲むの。なんかあんま飲めなさそう。クマありがとうございます。クマ、味付けは塩をまぶしました。見えるかな、馴染んでる。素材の味を楽しもうと思ってお塩にしました。というか、ちょっとクマじゃない野菜ジュースちょっといただきます。え、怖っ。おお、思った以上に野菜ではないかも。なんか本当にこのカゴメの野菜生活飲むの、小学生の時になんか社会科見学で行ったのかな、会社に。その時にもらって飲んで、野菜が無理すぎてとっても苦痛だった。小学校5、6年ぐらいの時以来なんですけど、あの時よりは普通に飲めるかも。トマトジュース飲んだことない。これを飲みました。野菜生活、人参、小松菜、ケール、ブロッコリー、ピーマン、ほうれん草、アスパラガス、赤じそ、大根、白菜、セロリ、プチベール、紫キャベツ、ビート、玉ねぎ、レタス、キャベツ、パセリ、クレソン、かぼちゃ、リンゴ、オレンジ、レモン、フルーツ、リンゴ、オレンジ、レモンしか入ってない。3つなのに強いね、フルーツ。野菜シスターズ、おはよう。
VEG、 まあそんな感じでね、はい、ちょっと本当に喉が死んじゃうのも、いやなんか今日だから本当に誰とも喋ってなくて、その病院の先生とかぐらいしか、だからショールーム大丈夫かなと思ったんだけど、さっき発声練習した時はめっちゃ低い声しか出なかったんだけど、普通の声が出てる気がする。それではお肉をいただいていこうかと思います。皆さんが私にプレゼントしてくれた松阪牛でございます。やった、食べたことあるかな松阪牛。あるのかもしれないし、ないのかもしれない。ちょっと今はあんま記憶いないですね。ちょっとお腹壊すといけないんで、しっかりめに焼きました。いただきます。うん、これはうますぎる。うん、なんか塩だけでも全然いい感じ。すごいね、肉汁が出てきます。確かに白米あったら美味しかっただろうな。美味しそう、美味しい。え、さっきポン酢も合うよって言ってたから、ちょっとポン酢持ってこよう。持ってきます。ちょっとポン酢が3月まででした、賞味期限なので、このポン酢の代わりになるか分かんないけど、瀬戸田のレモン醤油持ってきましたこれ結構ねポン酢風味な匂いするんですよ。うん、ちょっと かけてみたいと思います。これ広島の瀬戸田市のレモン醤油、マリネとかにいいらしい。ちょっとかけました。薄いんですよ、醤油の色の割に。めっちゃポン酢みたい。いただきます。あ、ふぅ、うん、これは合うよ。うん、めっちゃ合う。うまっ。うん、ふん、これはいいかもしれない。わさび欲しい。わさびね、家にないんですよね。レモン風味めっちゃレモンっていうか、なんか醤油感が少ないって感じ。こちら合います。これは美味しい。うん、ちょっとご飯をさ食べれないから、
なんかいい塩梅、その油とのレモンの相性が。一応焦がしニンニクも用意してるんですよ。焦がしニンニクもちょっと食べてみたいと思います。ちょっとだけ。昨日ね、昨日じゃない、一昨日か、なんか鶏肉を、あ、いい匂い、焦がしニンニクも吸わないね、私は。じゃあちょっとお肉につけて、なんか事務所の人がね、お肉をくれたんですよ。これじゃなくて、あの鶏肉をね、なんかメンバーにお肉配ってて、たまにそういう時期が来るんですけど、メンバーにお肉をくれるっていう時期が来るんですけど、お肉もらって、でそれを焼いてて、この焦がしニンニク、なんか最近調味料の賞味期限が、私の中で冷蔵庫でなんかブームが来てて、調味料が全部使えなくて、照り焼きソースとか、あれこれもこれも、焼肉のタレとかも全部使えなくて、唯一使えたのがこれとマヨネーズだったんですよ。でね、マヨネーズと混ぜてバーニャカウダ風にしたら美味しいみたいな書いてて、バーニャカウダってあれなんだっけ、野菜スティックとかによくついてるやつかと思って、あの作ってみたんですよ。これとマヨネーズを混ぜ合わせるだけのやつ、めっちゃ美味しかっためっちゃ美味しかった、おすすめです。じゃちょっとこれはマヨネーズつけてないけど、いただきます。うん、うん、うまっ。めっちゃお腹空いてる時なら良さそう、これは。でもこれとマヨネーズのやつは絶対鶏の方が合いそう。でもちょっと今はこれかな、ちょっとレモン醤油で残り食べようと思います。はあ、いや、ショールームイベント様々ですね。こんなに美味しい料理が食べられるなんて。まだね、5枚ぐらい冷凍してるから、また残りもいただこうと思います。いただきます。うん、熊のお皿ね、まだ届いてないんですよ。そう、それに入れて食べたかったんだけどね、いつ届くかな。うん、焼くとこも見たかった。もう焼くとこから始めようと思ったんですけど、なんか思った以上に解凍に時間がかかって、こうショールームの時間に間に合わないなと思って、もうあのちぎって冷凍のお肉を、本当はね解凍するって肉が溶けるまで待とうと思ったんだけど、鼻の上光ってる、ハイライト塗ったからかなちぎって本当にね、ちょっとあの倫理的な問題が発生したからやめました。もう自分で作りました。ちぎってその熱で溶かしたので、ちょっとこれは見せられないなと思って、配信の20分前ぐらいに焼かせていただきました、私が。ラスト、いただきます。ありがとう、まっさか牛。うん、うん、ふんふんふん、
うまこれがめちゃくちゃ合いますね。瀬戸のレモン醤油。美味しい。ちょっとこれでいろいろ食べてみよう今度。ああ、お水飲もう。広島駅で買える。どうだろう、瀬戸田っていうところがあるんだけど、なんか商店街があってね、そこで買ったんですけど、でも多分なんかネット通販もしてると思う。うん、美味しかった。ちょっと油で喉が良くなったかも。はあ、ちょっとリップ塗ろうかな。ありがとうございました。ね、なんか喉が通りが良くなった気がします。風邪治ったの？治ってない。昨日ぐらいからかな風邪は。いつの間に瀬戸田に来たの？なんかね、七並べのなんかご褒美ロケみたいなので行ったんですよ。美味しかった。唇にツヤが出た。グロス塗ってないけど。食べるとこは OK で飲むところは NG なんだな。うん、コップに入れてないからね、ペットボトルだからさ。いや、しっかり寝られてます。しっかり、うん、寝てますね。寝てるのは寝てますね。睡眠時間はね、でもね、なんかすぐ起きちゃうんだよね。最近そんなにすごいぐっすりってわけではないかも。うん、ほっぺたの質感がすごい。どういうこと？モリモリしてる？もちもち気味かも。勝手におきちゃんは風邪ひかないと思ってた。ひくわい、ひくひく。私そんな機会じゃない。割とでもアイドルになってから頻繁に弾いてる方だよ。でもなんかちっちゃい風邪って感じかも。そんなお仕事を休むとかインフルエンザとかはまだここ4年ぐらいはかかったことないかな。うん、ないと思う。大きな怪我や病気なく生きてます。うん、なんかちっちゃいのが長続きとかはあったけど、全然。今日ね、人生で初めての CT スキャンを受けたんですよ。メールにも書いたんですけど、今日すごい、あの1日3回レントゲンと CT スキャンしてきた。だからマジで私今なんか光線浴びまくった人。そう、
昼に矯正歯科さんの方でレントゲン撮って、夕方になんか親知らず の病院でレントゲンと CT スキャン受けた。すっぴんで行ったから今日オフだったんですよ。で、私オフの日基本すっぴんだから、すっぴんで行ってなんか恥ずかしかった。めっちゃ写真撮られてさ、こうやって普通なんか公演記念写真撮るみたいなカメラでさ、こうやって写真で口の中も撮られて、あメイクすればよかったって思って。はい笑ってくださいって言ってあって恥ずかしかった。まあいいんだけどね。メイクはそうショールームのためにした。そうなんですよ。なんかねレントゲンじゃなんか親知らずがめっちゃなんかね、もうすごい抜歯の日も決まったんですけど、もう生々しすぎて言われたのが、なんか下の歯は今から痛い話するんですけど、なんか横向きなんですよどっちも。だからなんか歯茎切って顎の骨も削ってなんか取らないといけなくて、こっちとこっちは歯茎切るだけなんですけど、いや怖いわって思いながら、でそのめっちゃ神経につながってるところでどういう生え方をしてるかちゃんともっと撮影しないといけないからって、あの CT スキャンで撮られて、なんかすごいあの囚人の拘束みたいな感じで、あの体をね優しく拘束されてじわじわでした。そうなんですよ、怖いよね。一日なんか今度右からなんか右と左どっちがいいですかって言われたから、まあ、私はねこっちの顔が利き顔なんでこっちからやることにしたんですけど写真撮るときこっちから撮りたいからね。あじゃあ右からでって言って、こっちの上下とこっちの上下でもね、もうなんか予定がそこの病院の予定も埋まってるし、私の都合もあるからもう一気にしなくちゃいけなくて、4本同時にはしないんですけど、こっちを抜歯して、あ抜歯じゃない、あのあ抜歯か、抜歯した後糸を取る時あるじゃないですか、糸取る日にこっちを抜歯するっていう、糸取ってこっち抜歯みたいな、もう私は多分終わってると思います、その日は。そうハードスケジュール、そう抜歯からの抜歯、そう読み同音域同音域だけどそんなに意義なわけでもないという日本語のあやなんですけど、抜歯だし抜歯だし、晴れたりするのかな、多分めっちゃ晴れると思う、わかんないけど、うん、いつ抜くの、内緒内緒でもまだ抜かない。そうなんですよ、そんな急がないといけないの、急いでるわけじゃないけど、なんだろう、最短でなんかね病院の人がねもう予約めっちゃ埋まってるから、なんかもう空いてる日付がそんなになかったんですよね。大変大変。
からもうマネージャーさんにも言った、もうこの日とこの日はお仕事入れないでくださいって。ツアーは出れる、出れると思いたい、出れるはず。自慢じゃないけど痛み止め飲まんかった。すごいね。それは人気な歯医者が安心感ある。まあどうなんだろうね、実績はありそうだけどね。顔小さくなった人もいる。顔小さくなってほしいな。ここら辺とか私の丸顔輪郭コンプレックスが治ってくれたら。というわけでな、今日はもうバタバタしていた一日でした。本当に ツアーがね発表されましたね。7月の17、18、17が2期生で18が1期ドラさんで山口からスタートします。自分は18日の方に出ます。昨日からツアーのレッスンが始まって昨日2曲を覚えてきました。まあちょっと瀬取りもね楽しみにしてもらえたらなって感じです。私山口でライブしたことなくて、 STU の公演とかを山口ではしたことないから本当に初めてなんですよ。あんまり山口県担当じゃないから。2000人規模、そんなに大きいんだ。最新ホールなんだね。めっちゃコンサート並みだ。すごい、すごい。楽しみ。山口、ライブハウスでぎゅうぎゅうだった日が懐かしい。確かに、なんか四国のどっかのライブハウスとかすごいぎゅうぎゅうだった思い出がある。楽しかったな。ぜひぜひね、受付も今始まってると思うのでよろしくお願いします。はい、お願いします。ぜひぜひ。お水飲みます。はあ、今月はあと2回お話し会がありますね。あれ7月はあるんだっけ。今月でラスト、来月もあるのか。ちょっと分からんくなってきた。今月で終わりかな、お話が。あ、7月ある。今月1回で7月1回か、あと2回あるのか。それで6枚目は終わりか。ひゃー、早い。おられる方いらっしゃるんですかね。すごいね。あっという間だった。ね、あっという間でしたな。いよいよ7枚目。どうなんだろう、7枚目あるのかな。
まあでも STU ってわりかしなんか冬らへんに発売とか、まあどこもそっか、年2回多いから、うんね、もしかしたら出るのかな。わお。ツーショット全部申し込んで思い出いっぱい。本当？全部。すごいね、ありがとう。サングラスデイズの MV 欲しい。MV ね。あの曲は MV ありきがいいね。7枚目ね、どうなるんだろう、楽しみよね。まあでもね、とりあえずは今月のお話し会と来月のお話し会よろしくお願いします。あと今週末には、金曜日か、金曜日に、あと土曜日に瀬戸内 PR 舞台でフェスがあるのでよろしくお願いします。タイムスケジュール見ました？あれって公開されてるのかな？まだ公開されて、あれ？ファンの人には公開されてないのかな？さっき出た、そう、鳥なんですよ STU。 びっくりした。あんな、すごいよね、名だたるアイドルさんたちの前で。さっき出たんだね、すごい、すごいですよね、びっくりした。そう、楽しみ、やばい。しかもやついの方は結構曲数多いっていうか、普通になんか、あ、でもこんな、そういう感じか、フェスってなんかめっちゃ汗かいてたもんな。汗かくってことは曲数多いってことだもんな。なんかもう久しぶりすぎて、そういうフェスが楽しみだ。やついはね、めっちゃ普通に公演ぐらいはある、結構めっちゃレッスンがしんどかった思い出。汗かくって感じで。配信ないのかな、配信ってないんですかね、現地だけか、どうなんだろう。呼び捨てにしてるみたい。やついフェス。やついフェスはニコ生コメント付きっすか。そっか、やっぱ楽しみにしてよ。じゃあ、ゆうかちゃん汗かかないイメージある。顔にはかかないかも。どこに書いてんのって言われたら、あの、ここの髪の毛の中書いてる。体とかもそんなかかないんですけど、でもなんかコンディションによってはおでこもかくかも。あ、ここら辺とかに汗かかないかも。でもこことか、ここがやばい。ここら辺の髪の毛の中もういつもだから寒い、冷えてますね。そう、ステルス、そうそう、ステルス。あと手とかすごい、だから手をつなぐ振りとかがあったら、すごいちょっと一瞬衣装でパパパパパってちょっと汗を拭いてからやる。あ、シュ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 、鉄なとかね。
シュ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 ってちょっと拭いてる、拭いてるっていうか叩き落としてる。今度から見てください。若干パシパシしてるんで。なんでだろうね。マイク持ってるからかな。なんかね、私いつも手をつなぎながら手つなってなんかこうマイク持ち帰るんですよ、サビで。これずっとこっちで持っててこっちになるんですよ、サビだけ。ささなんか。握りしめてるからかな、すごいあの汗がすごくて、うん、こっちはねこれで振りしてるからそんななんですけど、だからねごめんなさいって思いながら汗をパシパシしてます。テロップ変える、そうですね。でも特に書きたいことがないんよね。こんばんはでいいや、挨拶大事だから顔文字もつけとこ。よし、いいんでないの。マイクって自分専用あるの。自分専用ではないけど、その公演では自分だけのものだよ。私はね、大体ね、メンバーによるけど、6番とか7番使ってます。出席番号なんですよ。6番、7番。なんか、7さんとかがいないときは6番だし、7さんいるときは7番だし、みたいな。PR 舞台のときは1番だったりする。出席番号早いでしょ。学生時代も6番とかだったの。そう、出席番号マイクです。ぐらいかな。なあちゃんが固定で7番じゃないんだ。奈々さんはね多分6番とかだと思う。STU だと。マイク間違えるとこあるの。たまーに、なんか他の人のマイク持ってるメンバーとかたまーにいるかも。出番直前に焦るやつやね。身長順ならゆうかちゃん後ろの方。いや後ろではないかな。私別にそんな低いわけじゃないから真ん中ぐらい。58センチなのでね、そんなに、うん、普通。とても真ん中ですね。マイクを持つこと自体忘れる子いる。そんな子はいないですね。マイク間違えたらどうなる？間違えたまんまステージに出た人はいないんじゃないのかな、今まで。なんか間違える出番直前に気づくみたいな。なんか大体お互いが気づいてないってことはなくて、誰かが他の人のマイクを取って、でマイク取られた方があれ私のマイクがないってなってみんなに聞くっていうのがあれだから、交換されてたとかはないと思う、うん、たまにねなんか隣同士の間違えたりとかするんだけど、ソラハのスイッチ最近切らなくなった。ソラハね、なんかね MC が一緒じゃないから切る機会がなくなっちゃった。僕恋公演とかだと。あ、今週僕恋公演もある、
17日が僕恋で、18日がアイドルコンテンツエキスポで、18日がやつい。ライブ尽くしですね。いいね、楽しもう。いや本当にこの喉を治さないとだ。そうライブ、私すごいライブが好きだから嬉しい。うん、マジで今月ライブない。なかなか参加できなくて悲しいね。全然機会がねないからね、いっぱいしたいんだけど。本当にあのゲバントの時とかさ、なんかもう公演ありすぎてさ、めっちゃしんどかったの。あ、明日も昼夜だみたいな。なんか今となってはどれだけありがたかったんだろうって思っちゃうよね。それがめっちゃしんどかったんやけど、あの時は毎日毎日昼夜昼夜昼夜みたいな。楽しかったな。今週もよろしくお願いします。歌えるかな。お肉パワーでちょっと頑張りたいと思います。公演やりすぎた時もあったんだ。めっちゃやってた時もあった。今となってはちょっと考えられないけどね、コロナ禍もあってちょっと少なくなっちゃったから。17日行きますよ、待ってます。楽しみ。5日間だって連続みたいな。その今って結構日帰りなことが多いけどさ、他の広島以外の県に行くとき、その時は神戸だったら神戸で5日間みたいな、5泊6日みたいな時あったから、懐かしいね。なかなか今そんな泊まりでやることないからな。北海道日帰り、北海道は日帰りだったね。もう私はね。そんな時期もあったね。あったんだよ。今週もよろしくお願いします。とりあえず他のグループさんが昔1日3公演あったりしたな。ね、私あの桃色クローバー Z さんがめっちゃ大好きでさ、ももクロさんの1日3回公演がめっちゃ過酷なの。だから1回のライブが20曲ぐらい、20曲以上、なんかすごいすごかったよね。3回回し1日でなんか60曲以上みたいな、いやーってなる。もういいな、達成感すごそう。一回やってみたいな。僕恋はね結構ねなんか休憩できる時間があるんですよ。あのユニット曲タイムがすごい長いから、20分とか休憩できるんだけど、他の公演とかは結構短いからな。ユニット曲とか4曲とかだから、でもユニット曲が長いってことはね、メンバー一人一人を見れる時間が長いってことだから、私は結構いいことやなと思うんだけど。ほっぺ柔らかそう。初見です。初見でそう見えちゃう。本当ちょっとね直さなきゃと思ってるよ、ほっぺ。私の目がおかしい、今天使を見ている。おかしくないぜ。
そろそろ終わろうかな。なんかね、本当にみんなも体調には気をつけて。季節なのかな、何なんだろうな。うん、お疲れモード。なんか何なんだろうね。この梅雨というのがダメなのかな。休める時に休んでください。ありがとう。めっちゃ休んでるけどね。全然。明日はなんか発表されてますよね。明日イモーステレビがあって、また多分なんかイモースのツイッターになんかね載ってたんですけど、私もちょっと後でまた見てみようかと思います。明日イモーステレビがあります。怖い。何するんだろう。なんか写真がどうたらこうたらみたいな書いてたけど、何をやるんだか。すごい肩がね硬いの。肩こり肩こり。それでは壇上を読みたいと思います。壇上読みますよ。13位から読みたいと思います。13位が旅行さん、12位が TMA さん、11位が中澤さん、10位がとりあえずルービーさん、9位がジェリーさん、8位がソウリュウさん、7位がキョンキョンさん、6位がイストスさん、5位がマッカさん、4位がバンボイさんでした。13位から4までの皆さん、ありがとうございました。そして、3位が市下さん、2位がコバチャさん、1位がザックさんでした。3位から1位までの皆さん、ありがとうございました。何この GG っていうギフト、これ今気づいたけど、なんだこれ、何これ、グッドグッドみたいな、そういうことなんだ、初めて見るギフトがありました今。 GG チー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 ベビーベビーベビーチ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 ー、前からあるんだ。初めて知った。間違いない初恋愛の順調、つなげて急遽バイブレーション初めて知った。これ前からあるんだ。そっかそっか。それでは、はい、そろそろ終わりたいと思います。皆さん今日も一日お疲れ様でした。ジージー、おやすみなさい。バイバイ。明日もお仕事学校ファイティン。おやすみ。それでは終わりたいと思います。それでは終わりたいと思います。3、2、1、おやすみ。ありがとうございました。バイバーイ。いい夢見てね。